真不同。あの西麻布の、あの中華屋さんなんですけれども、何気に酢豚を頼みましたら、入ってきたパイナップルが入ってたんで、ちょっと急遽リポートしてみたいと思います。こちらの赤酢豚にパイナップルが入ってましたんで、6個ぐらい、意外な発見で。お肉がめちゃくちゃでかい、でかい。食べ応えがあります。酢豚の豚がでかい。赤酢豚を頼んだらパイナップルが入っていたでした。チェンプートンというお店です。皆さんもこの辺に来たら日赤商店街にありますよ。来てみてください。それではバイバイ。オフは